はい、えー、結果を多くいただいたのでシェアしていきたいと思います。お世話になります。土曜日になりましたので報告させていただきます。今週取り組んだこと、LINE での情報発信、LINE でのお客様対応、公式 LINE ターゲットリーチ128から151、素晴らしい、YouTube21 から21、えー、今週のオプトイン見込み12万4000円、ダイレクト出版アフリ2500円、ダイレクト出版やってんすね、ちょっとやろうかな、俺も。 え今週はコンサルオファーを一人にやりたいところでしたがお金がなくブラックの借金でできないこと断念と他の稼ぎ方を教え稼いだらコンサルを受けなさいと言っておきましたダイレクト出版本1冊売れてましたまた本の紹介もしていこうと思いますということでダイレクト出版さんやってんのか僕もやろうかな <laughs> 最近やってないんでねアフリエイトねそう まあ僕も一番最初そのコピーライティングを勉強したのはダイレクト出版なんでそのストーリーもあるんでいろいろ言えるかなっていうだからその今小川さんがまあでも今 YouTube でちょっと出てますかね小川さんのセミナーですよねレターセールスレターを書く合宿か二十何万とかメルマガを書く合宿二十何万っていうのを参加何回かしたんですけども だからもう十何年前の話ですけどね、うん、今は小川さんが合宿やるってことは多分ないと思うんですけどまあダイレクト出版ね今年収100億ぐらいいってると思うんでそうすごい会社になっちゃいましたねうんまあ顧客リスト 100, 100万リストぐらいあるらしいですからね購入者リストが <laughs> ダイレクト出版のマーケティングで顧客リスト100万人以上いたらもうやばいっすね <laughs> まああとねまあ一つ言うのがダイレクト出版さんはやっぱね凡事徹底なんですよもうずーっとねやっぱメディアずっとやっぱ昔から変わらずずーっとやってるんでね徹底してやっぱそこすごいなと思いますうんはいということでえー、っと稼いでる年商100億の会社も日々コンテンツを作り続けているというね事実を受け入れて、えー、やっていただきたいなと思います はい。では、終わります。ありがとうございます。